ルスツリゾート全景ルスツリゾートは、北海道アブタグンルスツ村にあるリゾート施設。一年を通して滞在、利用することができるリゾート地になっており、遊園地、スキー場、ゴルフ場、テニスコート、宿泊施設などのアミューズメント施設が充実している。遊園地は北海道内屈市のアトラクション数を誇り、ゴルフ場の4コース72ホール、スキー場のコース数37、 総滑総距離 42km、マイ輸送能力3728名は北海道内ち1であり、スキー場のゴンドラ数4機は日本国内1である。2008年7月7日から9日に開催された第34回主要国首脳会議では国際メディアセンターとして使用され、マイスに対して積極的な姿勢を示している。また、 イギリスの国際的スキー専門誌、グレートスキーイングスノーボーディングガイドの2008年世界のベストリゾート20カ所に日本国内から初めて選出されてベストスモールリゾート賞を受賞、トリップアドバイザーが発表した日本のテーマパークランキング2015トップ10にランクインし、日本経済新聞社が選ぶ雪の新体験が満喫できるリゾートランキングでは、 全国一位に選出された。2012年にリゾートホテルとしては日本国内初となるローカルハラルを取得し、本格的にハラルを取り入れており、2015年から海外版オンラインサイトにペイパルを導入している。ルスツリゾートの前身は1972年に埼玉県に本社を置くヤマト観光がソリオイの土地を購入して開発したヤマトルスツスキー場である。 現在のウェストにスキー場とボーリング場付宿泊施設をオープンしたことに始まり、好調な集客によりスキー場を拡大していった。ところが、1978年に不動産投資の失敗によって大和観光が倒産。スキー場の運営は現地市会社が続けていたが、不安定な経営を余儀なくされ、村は新たにスキー場を経営する企業を探した。 ロープウェイ運営のノウハウを生かしたスキー場経営を構想していた登別温泉ケーブルが1981年にルスツ村からの依頼を受け買い取り、カモリ観光を設立し名称をルスツ高原スキー場と変更して営業を開始。1982年からカモリ観光はテニスコート造成を皮切りに積極的な投資を行って遊園地、ゴルフ場、 宿泊施設などを順次建設し、通年型リゾートへの転換をした。特に遊園地事業においては閉鎖した、遊園地や地方博覧会で使用していた、中古機材を廉価で確保し、投資を抑えながら施設の充実を図った。一方、スキー場の拡張も行い、1987年に国道230号を挟んだ、抜き別山山6にゲレンデを造成して、イーストを 翌1988年にイーストの隣にイゾラをオープンし、コースの増設、ゴンドラやリフトを新設した。1989年度には、カモリ観光が単一の作動経営企業として北海道内一の輸送人員となった。これら一連のリゾート開発が成功した背景には、バブル景気やレジャーブームの影響などがあり、 大規模な開発計画が立案しやすい状況が揃っていた。バブル崩壊後は拡張計画を縮小しながらも、レジャー施設の充実やコースリフト増設などを行い、着実にリゾート全体の開発を推進。1990年代後半、経営が悪化するリゾート事業者が続出する中、カモリ観光による段階的な投資がリゾートの魅力向上につながり、 北海道外からの観光客やリピーターを獲得し、リゾート開発の数少ない成功事例の一つとなっている。S、スキー場関連。A、遊園地関連。H、宿泊施設関連。G、ゴルフ関連。O、その他、ローラーコースタースリルライドカートトレインその他、アミューズメント子供ランドプール全日本スキー、連盟公認スキースクール。 日本スノーボード協会公認スノーボードスクールがある。夏場は、ウェストマウンテン山頂を、予定パノラマテラスとして開放しており、パワースポットになっている。コースウェストマウント、イーストマウント、マウント、イゾラパークレストラン、ショップノースウィングホテルサウスウィングホテルハイランドロッジウェスティンルスツリゾートゲレンデレストラン、遊園地レストラン売店ノースウィングホテルサウスウィング、 ホテルルスツアリーナウェスティングスツリゾートハイランドロッジ、ベッカントラベルロジノースサウスウィングホテルウェスティングスツリゾート23階建て、全室スイートタイプの客室。ザベールルスツログハウスコテージホテル内施設ノースサウスウィングホテル夏冬、インドアルスツリゾートでは、1年を通して各種イベントやコラボレーション企画を実施している。札幌、新千歳空港から、 ルスツリゾートまでの直行バスを運行している。道南バス、ルスツリゾートバス手上げ車。ルスツリゾートゴルフ72に関するカテゴリー、ウェスティンルスツリゾートに関するカテゴリー。ありがとうございます。